本日紹介させていただくのは遠藤桜さん、素晴らしい方ですね。遠藤桜さんは推定3サイズはバスト76、ウエスト55、ヒップ79、おっぱいのサイズは A カップです。ファンからは桜ちゃんの愛称で親しまれています。桜という名前は父親が小袋のヒット曲、桜から名付けたそうです。好物は和菓子、アボカド、 カレー、オムライス、ハンバーグ、ポタージュ、グミ。好きな色は白、淡い色、くすんだピンク。好きな映画は、猫の恩返し、耳をすませば、ファミリーゲーム。アクション映画や SF 映画を好む。好きな番組は、フルハウス。好きな役者は、三島ひかり。趣味は、読書、音楽鑑賞、半身浴。 新しい趣味としてカメラにも興味がある読書は中学生時代から小説を好み港かなえ辻村瑞樹の愛読者「辻村瑞樹冷たい校舎の時は止まる」「中村公僕の好きな人がよく眠れますようにイギリス小説「フランケンシュタイン」などを読む好きなアーティストの曲を聴きながら寝落ちすることを趣味とし好きなアーティストは愛子 リトルグリーモンスター。愛子で好きな曲は戻れない明日、リトルグリーモンスターでよく聞く曲はいつかこの涙が。リトルグリーモンスターは気持ちを盛り上げたり、リフレッシュするために聞く。和田ーや高山和美と一緒にライブに行ったこともある。小学生時代からアーティストの CD や DVD を親からプレゼントされ、父の影響でサザンオールスターズ、 スキマスイッチなども聴く。キャンディーズなどの昭和歌謡も好き。特技はクラリネット。クラリネットは乃木坂46加入前、吹奏楽部で吹いていた。高校生時代はコンクールにも出場しました。2023年にはファースト写真集カレンを発売し、ビキニ水着姿とランジェリー下着姿を解禁予定です。そのため今後は、 女優として塗れ場に挑戦するなどよりエッチな活躍に期待したいところですこれからも遠藤桜さんの活躍を期待しましょう